こんにちは皆さん。玉ねぎさん、ゆうくん、こんにちは。一星くん、久しぶりに、お時間だ。久しぶりに来れた。ほんまや、久しぶりや。いつぶり？めっちゃ久しぶり。昨日滑り込みで入ったらお休みってなって2秒ぐらいしか見えなかった。本当にごめん、タイミング悪かった。仕事中、玉ねぎさん、めっちゃパワースポットさん、こんにちは。ゆうかめんなこさん、お疲れ様です。ありがとうございます。嬉しいです。皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。コンコンピ、聞いてください。カフェオレを飲もうと、カフェラテか、カフェラテを飲もうと思ってコーヒーワクワクで入れて、さあ牛乳入れようと思ったら牛乳なかった。ブラックコーヒー飲んでる、悲しい。午後21さん、こんにちは。みほたるさん、いらっしゃい。始まっちゃった。ゆうかの卒コンでサンキュー出た時めっちゃ泣いたって。いや本当にありがとうございます。3期生の応援してくださった皆様には感謝しかないです。本当にありがとうございます。現地にいたんですか。エンジョクラさん、やっほい。瀬田イベ、今週末のノリだけど来週でした。もうちょっと待っていただいて。え、やんちゃくらさん、牛乳ちょうだい。牛乳少しください。ラテマジで飲みたかったのに、ラテクソないじゃんってなっちゃった。牛乳配信で見てくれてたんですね、ありがたい。本当に、いや喜んでいただけていたら嬉しいです。行った甲斐があると言いますか。いや本当に、うん。玉ねぎさん、ナイス。だるまさん、村木さん、こんにちは。メイクするわ、メイク配信、メイク配信。だるまさん100個ナイス。ありがとう、たまにさん、だるまさんが来るんだ。ありがとうございます。生誕イベントは7月29日に大阪であります。生誕イベント、そしてバーベキューもしますので、皆様よかったら駆けつけていただけると嬉しいです。ぬくらさんのイントロ長いなあったら、映像見やんかったら確かに長い。いつもよりなんか DJ？ 映像見たら気づくっていうね。そうなんですよ。ありがとう。懐かしい一瞬でした、あの時間は。本当に。めっちゃ楽しかった。よいしょ、メイク。いや本当に懐かしかったね。何回でも言ってる。今週じゃないな、この何日間か一生あの日の話をしている気がする。いやなっちゃいますよ本当に。目になんか入りそう。大丈夫か。こんにちは。エツエオアウディドーレさん、すごい名前が言えない、ごめんね。めっちゃエモくなった。やっててもエモかったからさ、見てたらもうね、でもサプライズだったからさ、どんな感じかってわからないやん。もう何、照明ついてこうみんな現れた瞬間の皆さんどんな気持ちなんやろうって思ってた私は。
くじかおくんこんにちは。よいしょ。ウーカがみんなを集めてくれたからね、本当にウーカのおかげでみんなが集まれたので、ウーカにはありがとうの気持ちでいっぱいですよ。本当に終わってからのコンサート終わってからみんなでご飯食べに行ったんですけど、もう私としては気持ちはもう同窓会みたいな感じやったからもうワクワクしてたよね。やっぱり懐かしくてすごく雰囲気もそうやし、みんなの言葉発する言葉一つ一つもやし、大人になってはいるけど変わってない私たちって感じがすごくて、おばあちゃんになるまで一緒にいたいなってめっちゃ思った。もちろんさ、これから結婚したりとか子供生まれたりとかさ、いろんなことがあるからさ、きっと二十何人おったら、だからね、全員集まることは多分これから難しくなっちゃうから、きっともう無理やろうから、ウーカの卒業でね、こうやってみんな集まらせてくれて、もう来れなかった子もいるけど、ほんまにありがたい機会をもらったなって思った。メイクしながらこんななんか真面目に語るっていう午前中駅前の病院出かけて30分自転車置いて出てて、サドルがカチカチ山。カチカチ山って何？暑いってこと？外が暑すぎて日光に照らされてってことですか？さっき全員卒業でみんな NMB から育ったのは感慨深いねって。いや本当にね、11年経ってるからね。でもね、はいはい、自転車で走ってても熱風激アツね。この間集まったのは22年の4月か、なんか多分10周年で集まってる気がする。プリンさんこんにちは。あ、さやかさん推しなんですか？来ていただいてありがとうございます。 How you today? I'm good, thanks。サチさんこんにちは。 I wanted to drink カフェオーレ、カフェラテ and I made a black coffee and there's no milk in my house and I was sad。 白玉さんお疲れ。カフェラテ飲みたかったのに、牛乳を誰か恵んでください。牛乳を貸してください。さやかさんのライブ行ってきはったんですか？この間楽しかったですか？楽しくないわけないよね。ライブは盛り上がりますよね、本当に。 How did you run out of coffee? What do you mean like how did I made? I got a Nescafe Dolceコーヒーマシン、コーヒーメーカー、超幸せ素敵。ブラックはシフォーネーション効果あるからいいじゃない。いやあるけどさ、美味しくないじゃん。カフェラテが好きなのです。絶対なんか目に入ってると思うよ、さっきから目がゴロゴロするんよ。なんで？あ、ゼップ羽田いいな。コーヒーメーカー、カジさんこんにちは。
はい、アイラインを塗り塗りしました。まつげか、毛が入った。あ、高速で行ってるんですか、白玉さん。めっちゃ遠いやん、青森まで。カズさん、こんにちは。 So you don't have any black coffee? I don't have any milk. フォローしてください、ウリンさん。ツイッターもしてください。ツイッターもインスタもフォローしてください。ごめんね、目にマジなんか入ってさ、マジで目がゴロゴロして痛い。あった、え、こいつちゃう。I got a coffee, but without milk. あ、ごめんチロル、水落ちたな。ごめん、冷たかった。ごめん。新幹線か。あ、そういうことか。メンバーと連絡したりしてる？え、この間三期生で集合したので、そのコンサートでウーカのいっぱい連絡取りました。みんなと差し入れ何にするとか、ご飯その後行くとか、グループ作ってもう一回。アイスコーヒー、さやかさんとは連絡取ってないです。目薬誘う。目薬はあるんよ。じゃん、目薬を誘うぞ。ゴロ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 、好きなメンバーみんな卒業しちゃった。エミカは、エミカはその好きな人に入ってくれてる？入ってなさそう。ツアーしてはるから忙しそう。マジで目なんか、え、マジで目になんか入ってる。見て、かわいい。ほんと I was starting to like you too. Really? What do you mean?え、マジでさ、目痛い。どこ？ゴロゴロする。とりあえず下に行ってコンタクト洗うか。そうやね、ミルさんいろいろやってはるよね、すごいよね。入ってる？ほんまに？ウリンさん、ほんまに？イベント会いに来てくれる？目痛い言うてんのにメイクを続ける亀枝さん。Wow, are you enjoying coming here? I'm glad to hear that. Hey, you don't like iced coffee? Why?マスカラ塗ってると黙っちゃう。ああ、いや懐かしい、懐かしいな。
めんごめんちゅうちゃん、ごめん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 、わい、あ、大丈夫大丈夫、せいちゃん落ちんの、降りんの降りんの、ヤンヤンって呼んでんの、初めて聞いた、初めて知った。え、何ちょっとちゅうちゃん、ペロペロしたらあかんの、ももかさんライブとかいろいろしてはるやん上の部屋がうるさい、盛り上がってはる、お掃除してるんじゃん、この時間ならいいよね、ね、ライブとか歌手活動してはるよね、ももかさんすごい、わやまかん、意外と名前で検索したらいっぱい SNS 出てくるよ、皆さん活動頑張られてる方ばっかりやから、私も含めて、卒業してが卒業して終わりじゃないのでね、頑張ってますのでね、見てみ、検索してみ、会いたいな、ももかさん、それぞれなりたいものになってはるわって、それぞれみんな活動頑張ってはる、私も含めた2回目よいしょ、ライブして、え、ライブ配信さやかさんもなんかでしてはれへんやん、What are you doing today? Today? I relax. This is my day off. インスタライブか。一旦チラピョン。見えるみんな。見える？どうしたん、チロちゃん、チロちゃん、よしよし、コーヒーの匂いすんな、はあ、かわいいですよね、皆さんにこんにちはって、はい、こんにちはって、こんにちは、かわいいやろ、てーちゃんツイッター更新してやって、誰がやってくれてたんですかあれ誰がやってくれてたんやろな、チロルのツイッターな、知らんねん私ほんまに、犬好き、かわいいよね、うん、エミクがコーヒー飲んだからチロルにいっぱい水滴がしたって、チロちゃん冷たかったな、ごめんな、ユーティー、玉ねぎさんお星もキラキラキラ、ありがとうございます、なんか全然話変わっていいですか全然違う話していいですか、
全然違う話すると、私キャンドルウォーマーを買おうかなと思ってて、知ってる？キャンドルウォーマーってつーちゃんが自分でやってたんかな、ほんまに知らんねん。でなんか中途半端に多分誰かが始めはって、中途半端に終わってるから私に勝ってチロル更新してやって言われないけど、私のアカウントじゃないからさ、ほんまに知らんねんな、うん、キャンドルウォーマー知らない ?91 on your day off、 watch movies, do kickboxing, do live show, shopping。 そう、キャンドルウォーマーめっちゃ欲しいねんな。でもキャンドルウォーマーってあれですよね、キャンドルに火をつけずにこう火をつけてるようにアロマキャンドルとかいい匂いにするみたいな、溶かせてろうをってやつですよね。危ない、うわめっちゃ懐かしいこの曲。ちょっとやつじゃん、暑いからな。山形県を話す犬、チロルさんが何件か上がってるようだって。チロルじゃないでしょ、チロルに似た犬種。レッサンチロル、うーんって何どうしたん、上来たかったやろ、一緒に来たやん、嫌なの。わ、みずむさんこんにちは。え、そうなん、山形弁を話す名前の犬がの名前がチロルなん。そうなんや、すごい。あ、ちょっと話変わりますか。2週50回でありがとうございます。これなんかこんだけなんでピヨンってなるの。すごいね、気になるな。ちゅーちゃん山形弁喋れへんな。スペイン語は喋る？スペイン語ちょっとわかるな。みんなみくちゃんたまに喋るもんな。見てみよう今度。スパニッシュがわかる日本の番号。あ、たけしさんこんにちは。ゆうちゃんこんにちは。間違った。たけしさん元気？いやマジっすか？ゆうさん、いやマジっすか？東京ですか？私もうちょっとで東京行くんですけど、怖いよ怖いよ、暑そうで怖い。最高気温37度、もうちょっとで絶対40度いくようになりますよね、確実に。元気？本当ですか？たけしさんまだ脱出できてない？宇宙からのメッセージ、
ホテルの方が確かに電気代は気にならん。ホテル代は必要。東京37度やばいね、ほんまに。マジで熱中症とか気をつけてください。皆さんこっち35度、大阪今部屋の中にいるから私はマシなんですけど、もうお外とか行けないよ。行くけど大阪北部、え、この前39度まで行ったってやば、暑っ、どうしよう、そんなのやばいですね。それでも高校野球やってます。マジで高校野球の方々は本当に無理しないでほしい。本当に本当に今スポーツやる時期じゃないよね、もはやね、ここまで来ると。ともやすくん、こんにちは。熱くなるのは亀田さんの CM 舞台だけでいいっす。ナイス、ナイスです。コメントナイスです、ゆうさん。そうだそうだ、その通りだ。 iPhone の気温出せるやつ、温度なくて角度やと思うねん。どこからどこまでの角度や。あのチロルチョコいいでしょ、みゆちゃん、うにゃんのやつ。つなぎ出した愛情からのメッセージ、話をしてもいいかい。美味しい、水で薄まると飲めるわ。よいしょ、よいしょ。なんでなんで、みゆちゃんなんで NGT なの。オーディションか、オーディション始まったからか。ちゅうちゃんこれウエットティッシュやから、ちゅうちゃんこれ匂ったら酔うで。アルコールタオルやから酔っちゃうで、チロルちゃん。そういうことね。なんかさ、聞いてくれる？間違ってさ、ウェットティッシュさ、詰め替えを開けちゃってさ、詰め替えを開けちゃったからさ、もうどうやって管理したいかわからなくてさ、出すのもなんか大変やしさ、とりあえずだからこうやって袋に入れてんねん、こうやって。家にあったからさ、開けてんやんか。でも詰め替え用やのに詰め替えのボトルがなくて。やばくない？もこもこ泡チロル、泡だよ、もこもこ泡。タッパー？あ、なるほどね。ボトル買いに行くっていうのは、まあ、まあまあ考えてはいたけど、タッパーに入れるのありか、確かに。なるほどね、賢いたけしさん、さすが人生の先輩。なるほどね、いい匂いやろ、チラル。あ、わらわらわら、
個だけね、タッパーはもうそれ用にね。賢いなぁ、できるかな、お母さんにバレへんように。ジャミさん、500回目の方もいらっしゃい。聞こえなかった言葉の絵の僕に答えをくれた。ラメさん、探すための後悔なもしよりは禁止の後悔を。お昼ご飯狙われた、ゴーヤ食べられないのにプロフ。お昼ご飯がほんで豪華なんよ。ジップロックね、ジップロックはまあまあまあ確かにね、ありですね。入らなかったらジップロックって感じかな。タッパー無理やったら、タッパー無理やった時はジップロックかな。玉ねぎさん、お仕事いってらっしゃいますね、頑張ってください。髪の毛をセットしながら言う。とりあえずタッパー、とりあえず。よっしゃ、どう、髪の毛セット、今日の感じはいかがっすか。かわいいかわいいとか言って、あ、お腹鳴った。今日何も食べてない、酵素ドリンクとブラックコーヒーしかまだ飲んでまあ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 、ふんわりです。パーマは実はしてるんでね。髪だけセットしながら見るときあるから大丈夫。昨日の玉ねぎさんの感じが面白かった。Did you draw that cup? Yeah, I draw that. ちゅーちゃんが可愛い言ってくれたと思った。ゆうさん、ファンレベアップナイス、ありがとうございます。今日大人っぽい、本当ですか、マジ。しゃい、よいしょ。じゃあ可愛いやったん。え、どうしよう、キャンドル、キャンドルウォーマーめっちゃ迷ってるんですよ。おすすめ、誰か持ってる方いらっしゃらない。 I love Kirby。 ゆうさん、ボンレベアップナイス、ありがとうございます。今日もかわいい、みんなありがとう、優しいねみんな優しいね。こんな感じ。キャンドルジュンさん、え、どうした、チロレン。で、臭い？アルコールの匂いする。I do know Kirby. How the? How did I know? I'm, do you know I'm Japanese, right? 夜勤明け、あ、水野さん来てくれてありがとう、本当に。夜勤明けやのに。ありがとう。タイムリーな人？あ、そ、あ、あ、わかったかも。わかった、わかった、わかったわ。わかったわ。わかったわ。山助さん、こんにちは。よし、どうしよう、キャンドルボーマー買おうかな。おす、誰も買ったことないですか、キャンドルボーマー。マグロ最高、イエーイ。ヤムさん、やったん、やった。
Yeah, all Japanese know Kirby. It's common sense. キャンドルウォーマーピンときてない？やっぱ最近のちょっとおしゃれなものなんよきっと。キャンドルウォーマー、え、マジ買っちゃおっかな。キャンドルウォーマー見て、キャンドルウォーマー、こんなん、こんなん、キャンドルをこうやってライトの下にこうやってやって暖かさでろうを溶かして匂いを出すみたいな。意外？英文もね NG ワードになっちゃうから、英文で NG になったらもう私もうついてかれへん。キャンドルウォーマー買うか、どうしようかな。あそこに置くかあっちに置くかに、あっちやったらコードがなくなってしまうのでこっちの方がいいんですよね。東京から帰ってきてご褒美に買う。東京まだ行かんのよ正気は。Yeah, Kirby is my favorite. Have you seen my TikTok account? それは送るということかな。じゃあ今もう一生懸命今ほらどれがいいか見てます。私自分で買おうとして。どうしようかな。ズコー。かけがえのない。ネイスタイム、アマゾンで猫パンチ一発で終了。うわ猫ちゃんおった、危ない危ない。確かに猫ちゃんはチロちゃんはそのパンチしやへん。え待って、私が欲しいなと、ちょ待って、見せていいかな、大丈夫かな、見て。支払い方法に問題があり、お客様のプライム会員資格は現在停止されています。知ってるんですよ。猫パンチはせえへん、ちよちゃんは。これさ、これかわいいな、安いな、いいな、買おうかなって、2600円なんですよ。いいなと思ったのにさ、なんかめっちゃ低評価なんですけど。え、キャンドルは送る予定にあるようだって。本当に言ってますか？なになに、どういうこと？え？やばい。これはどこの国のコンセントですか？自宅コンセントに刺さりません。説明にあったタイマーがついてなかったです。じゃあダメじゃん、ダメじゃん。じゃあほんなら、だってウーカメイナーコウさんがキャンドル送ってくださるって言うなら余計キャンドルウォーマー買わなくちゃ。だってライターでさ火つけたらさやっぱちょっと危ないやん、ちょっとほったらかしといたら。マシーもいけないとからしくないとか近づなよ。テーマよりもコンセントアウトは使えない。誰がさ書いてるか分からへん。海外の人が書いてたら、まあ日本のコンセントですってこっちからしたらなるやん。アマゾンだからどこからでも買えるやん一応は。どうしようかな、迷うな。なんか皆さんがさ、もしさキャンドルウォーマー持ってんでみたいな、これおすすめやでみたいなのがあったらそれ買おうかなと思ったんよ。何やんちょくるさん、あ怪しいのやめますね。確かに電化製品は確かに。ね、これかわいいかも、これかわいいかも、見て。かわいくない？なんかピンクのこんなやつかわいい？
わいいな。間接照明アロマディフューザーだって。アロマディフューザーとは、私がキャンドルウォーマーってこと。かわいいよね。光源の熱エネルギーに依存してワックスを溶解し、キャンドルの香りを素早く安全に放出します。直火がないだけではな、だえ直火だけではなく、直火だけではなくでなく、ちょっとやばい、日本語がぐちゃぐちゃですちょっと日本語が危ないですこれ煙もないのでとても安全です。このキャンドルウォーマーランプの明るさは無段階に調節できます。無段階は嘘でしょ。アロマキャンドルが溶ける速度と拡散行為の濃度をコントロールすることができます。ベッドサイドランプとしても使用できます。観察照明として眠りにつく直前に優しい光と香りでよりリラックスして温かく快適な時間を楽しむことができますって。タイマーはないかもしらんけど、別にタイマーはなくてもいいからね。かわいい。残り10点、残り10点書いてた、残り10点って書いてた。あ、ほんまや、残り10点や。え、すごい、たけさん同じやつ見てるんですか。これかわいい。あの横にグッチの、グッチのやつ、グッチのあの香水置いたらめっちゃ色合う。 3.5 同じの見てる、たけしさんすごい。口コミはキャンドルが好きでキャンドルウォーマーが欲しくなり、見た目でこちらを購入しました。韓国っぽくて可愛くてお気に入りです。実際使ってみるとキャンドルの香りが広がり、見た目も匂いも癒されてます。光の調節でキャンドルが溶ける温度を簡単に調節できました。だって良さそうね。まあまあいいかも。一回いいねしとこう。火使うのストーブと調理用コンロ以外は怖い。そう、だから火使わへんやつがよくて、でも5000円以上は出したくないんですよ、キャンドルウォーマーに。一個のなんか自分の中でのあのおしゃれな、なんかこれあったらちょっといいなっていうだけやから、できるだけ安いものがいいなと思ってて。どれにしよっかな、今のやつか、今他になんかいいのないか見てる。こいつの季節になった、見よう。え、かわいい、トトロ。何これ、あ、国家資格取った、すごいですね。それが一番いいかな、やっぱさっきのやつが。最初のやつが私は結構気に入っていたのに、2500円で買えるやつ、だいぶ低評価やったからな。29、5個ぐらい手に入りそうな予感がしないでもない嘘や、そんなことないよ。なんやかんや言うて皆さん手ぶらですよね。トトロのリュック、え、トトロのリュック背負うんですか、猫ちゃん。ごめん、マジで買わんけどさ、買わんけどめっちゃおもろい、宇宙飛行士的な。迷いどころ。にゃんことにゃんこのみみの
大きさがトトロの見た目も同じ。ちっちゃい。かわいい。難しいな、悩みどころですな。なんか誰か持ってる人おらんのかな、おすすめのやつ知りたい、これマジでいいでみたいな、なんか教えてくれたらすぐ買う。ブレインダイブ、何それ、ブレインダイブって何ですか。初めて聞いた、ブレインダイブ。名前を認め取られそうで怖い怖いって。名前ぐらい私出てるからいいよそういうことじゃない。でも元で伸ばしててもさて残念残ったのは全然広さに心を奪われた。迷いどころやなマジで。 You're really pretty. Thank you. 後ろのカービィに聞いてみる、答えてくれると思う、答えてくれると思いますか。さすがに歌じゃなく悲しみに口に変わる人、同じやつ売ってる、2500円のやつ。え、同じや。なんか多分さっきと同じ色の、同じ色ちゃうわ、同じやつがある。なぜかしゅうちゃんに聞く謎の、急に聞いてびっくり。これさっき2500円やったやつ、さっき 低評価2やったやつ、評価 3.8 になってる別のところで。え、やばい、イメージ付きのレビューがやばい。なんかすごい、なんかアプリつけたの、アプリでなんかめちゃくちゃ加工してもうたみたいななってる。元気だよ、え、元気なさそうやった、急に。あ、でも普通のコンセントじゃ使えませんやって、やっぱりやめとこ、やめとこ、やめとこ、なんでやろ。やっぱさっきのお花みたいなやつにするか、ほんなら。お花みたいなやつ。眠たい？ちなちゃん。眠いの。その闇の中でも。いや、高評価だけも怖いよね。桜さんかもしらへんしな。やばい、口に色がないから。元気なさそうかも、確かに。まあ、アダプターはあるけどな、私。チーク塗ったらマシ？チーク塗ったらマシになる？あ、電圧とかの問題も怖い？怖いか。さっきのやつやったらいい？え、IKEA とかで買った方がいい？もはや。ニトリとか？そういうところに行って買った方がいいってこと？
でも私行かへん私行かんよ。刺激が足りないね。さあ、どうかな。うん、なんか、面白い、面白い。マジむずいんだが。どうしよう、どうしよう、どうしよう。目で見てか方が安全。行かないんだよ、だってでも。そういうとこに。エレマルさん、毎度。ごめんごめんごめん、マジでごめん、ほんまにごめん、チロル。ごめんごめんごめん、ごめんやん、ごめん、ああごめんごめん、ごめんごめんごめん、チロちゃん本当にごめんね。チークついてるわ、ほんで、ほんまにごめん。もう綺麗、もう綺麗だよ。はい、うん、チロルもエミカにさ、チロルの毛つけたりするやん、お互い様よ。はい、ごめんごめん。図案の怖いところ、靴とかは怖いよね熱いやろうて、熱いやろうて、やろうて。フェイスオープン、クーラーつけすぎて唇カサカサ、しずきが足りねえ。うん、やばい、見てください。マジで迷いどころが、可愛いお花のやつにするか。危ない危ない、チロルの毛がめっちゃ手についてる。目こんなん近づけたらもう目終わったようなもう同然や。リビサイクセル、声は聞こえないように、つぶやく、いつまでも消えないでと。サイズ大きいの来たりね、小さいの来る時もあるしね。こないだこのみちゃんがあのワンピース着てて、あの私服でフリーサイズやねんって言ったけど、このみちゃんでギリギリやんと思って、それ フリーサイズじゃないでと思って、怖いところですよ本当。それ以上のやり直すきっかけを探そうよ、迷ったらコイントス、ピッパンされへん。出た。ルーカス、こんにちは。いや、フリーサイズは本当によくわからない基準なのですよ。難しいのよ、フリーサイズの基準って。答え決まってるやつ。フリー買ったのに着れない。
髪の毛ボサボサなっちゃったやん。ちなみに今着てるのはパジャマです。私が今着てるのはパジャマでございます。ご存知かと思いますが、もぞ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 。忙しい毎日か、二人に距離を作るけど離れられない理由を一つずつ増やしていこう。当てしてんのに、当てしてんの、かわいいね、かわいい。ちゃうちゃう、ルーカースナイスお花ありがとう。私何時から配信してますか。若さ、何それ、もうちょっとで1時間ってことですな。あと2分、あと2分で1時間やって、チロピョン1時間もここおんねんな、チロル、すごいな、肉やな、肉やな、お腹すいた。3時、もう3時や、ほんまや3時よ。どうしよう、アロマキャンドル困った。相談したがゆえに、相談しなかったら多分低評価のやつ買ってた。あ、50カウントスナースナーさんありがとうございます。お昼食べようとしてたのに食べてへん、同じく食べてへん、お腹すいた、お腹すいてきた、えじゃもうお腹すいた、お腹すいた。ちゅうちゃんいつもお腹すいてるもんな。かわいい。卵かけご飯でも食べるか。アンテナビンビンや今。チロル。どうしよう。メイクやっぱなんかちゃうねんな。何が違う？わかんない。わかんない。ああごめんごめんごめん、冷たい、また水な、ほんとごめんなさい、コースターしてるくせに。食べてなかったら食べずにいけるけど、一口食べたら止まらなくなりそう。なめちゃんファンレベルアップナイス、ありがとうございます。夜は映画見に行きたいんだよね。たけしさん、たけしさん、たけしさんやって、たけしさんのことたけさんって初めて呼んだ。たけしさん食べたいものがいっぱい、ケーキ2個あんで。ケーキ食べたすぎてケーキ2個ある。映画見に行きたい、見に行きたいね。マッサージも行きたい。東京の準備もしなくちゃいけない。パンケーキも2個おった？パンケーキ1個や。休憩時間お疲れ様です、みやちゃん。この時間アイスクリーム、ソフトクリーム食べたい。昨日この時間にアイスクリーム買って帰ってきた。ミントさんこんにちは、こんにちは。せいちゃんもそわそわしてるな。下行きたい、下行く、
早く出てったろか、下降りるか。じゃあ下降りる。しおちゃん下連れて行こうかな。待って帰ってきたけど食べてはない。あ、私1個食べた。米屋さんこんにちは。米屋じゃなかったっけ、前教えてくださいましたよね。食べた。連れてったのか一回な。ちょっとじゃあチロルさんを一階に連れて行きます。一瞬連れて行ってまた戻ってきていいですか。陽気ハーゲンダッツ美味しいよね。かっこガルさん久しぶり。ちょっとはい、チューちゃん抱っこ、抱っこしようか。抱っこ、抱っこ下行く。抱っこしようか。抱っこしてあげよう。行くで、せーの、よいしょ。オッケー。ちょっとチロルちゃんをリビングに一回連れて行きます。1時間もここにいるのでかわいそうなので。眠たいな、眠いな。ちょっと下に連れて行きます。秋野さんフォローありがとうございます。一回つよちゃんリビング連れてってすぐ戻ってくるんで、皆さんこのまま待っといてください、ね、はい、つよちゃんバイバイは、バイバイは、はい、みんなにバイバイって、エミカさんにタワー投げてなって、はい、エミカお姉ちゃんにタワー投げてやって、はい、タワー投げてやって。はい、ちょっと待っててください。じゃあ行ってきます。待っててね。
ただいま帰ってきました。メイクポーチをついでに持ってきました。お待たせしました。アトムさん500回目の訪問、いらっしゃい。チーズケーキ食べてんの？いいの？ただいま、ただいま皆さん。お疲れ様です。サンディさん、お疲れ様です。ただいま、ただいま。サッシーさん、ファンレビアップナイス、ありがとうございます。ちょっとだけメイク、いつものメイクポーチでやれるところもう一回やろう。あ、イチがかわいい。ズカさんいらっしゃい。今履いてきた？ズカさん。ケンタン、今来た。今来た。次は南。ははは。やばい、まだ目がすぐゴロッとする。危ない。こんにちは、池さん。あ、明石家さんまさんといらっしゃい。どうでした、ウーカのコンサート。明石家さんまさん見た？ピクミンを買いに行く時間がない。ピクミン、ピクミン、オンライン、そうそうそう。こんにちは、ポピポピさん。下まぶたをキラキラにするっていう。なんか今日イベントでもあるんかっていうぐらいキラッキラにしてやったぜ。なんで今日こんなメイク薄く感じんの？なんで？一体なんでかしら。あ、ただいまです、こんにちはです、シロさん。あ、最終管理ありがとう、タマリンさん。メンズ M？ メンズ M、メンズ M かメンズ S？ ちゃっかりおねだりするっていう。ドラさん、こんにちは。あ、去年ショーマンでウーカの演技見て女優業もいけると感じたね。え、ウーちゃんすごい、ウーちゃん何でもできるから本当にすごいんですよ、うちのウーカさん。うちのうかさんすごいんですよ。ジェラピケ行くと余計なもの買わされるやって。どういうこと、どういうこと。ヘアバンドとか、何が足りひんのね。ね、みんな見て、何が足りひん。
足りひんよな。そう、熱風待ってた。怖っ。何が足りひん。顔こんなもん、いつもこんなん。あれ、こんなん。ハイライト入れた入れた。え、何、マジわからん。すごいよね池さん。シャドウ、やっぱシャドウ。シャドウも一応結構入れたは入れたんだが、まだ足りてないんかな。全部してアイラインもシャドウも。入れようか、シャドウ。あ、やべ、あかりちゃんのやつ。ほら、でもちょっと全然変わったかも。ほら、すごいすごい。ポストが誰になるだろう。だって気になるところですよね、ファンの人からしたら。やっぱそんな顔バレしてるし、リップは塗ってない。確かに。でも今からご飯食べるし、お昼ご飯。とっちゃんこんにちは。休憩時間中お疲れ様です。リップ塗ればいい。あ、でもシャドウしたらちょっと顔戻った。いつもの感じかも。ありがとうたけしさん、シャドウやわ。いつもと違うシャドウ使ってたから、いつもと同じの使ったらこうなった。さすがっすね、さすがっすね。3期生9割のメンバー来ましたね。そうなんですよ、すごいみんな来てね、なんか嬉しかったよ。私はめっちゃ、普通に嬉しかった。うん。I didn't get milk. I have to go and buy it.金字塔懐かしい。ミルク買ってきて。8月1日あみちゃん劇場行くの。あの、私なんかが行ったら少ない人数しか入られへんのに、ファンの人かわいそうやん。吉川さんこんにちは。You can't send someone to get it. No, I can't. I can't. I can't. Money. Crazy. It's your day off. Can you go and get it? スタッフ、関係者として。しおんちゃんと私で何かやってほしいよって。なんかできるかな。ただじまる。2日間も遊んでられない。みやちゃん、お仕事頑張ってね。 Who go and get it? You!
英語で漫才できひん、そんな韓国 VS スペイン、私日本人なんだが、でした、聞いてこれなんかやばい、ジャランジャジャジャ、お届けしましたの通知来てた、あれですか、何枚なんだっけ、これヘッドフォンのかけるやつ、危ない日本語って何、ミルク欲しい、ミルク、イエーイ、東京ご賞ホルダーゲッチュ、もう一個いるわ、もう一個買わなあかん、ヘッドフォン3つあるそう、もう一個買わなあかん、ヤポッツマックス、ヤポッツマックスが欲しい、しーちゃんめっちゃ上手かった日本語、すごいなと思った、本当にもう一個持ってこっか、やったほんまにやってる、もう一個、もう一個ちょうだいおねだりばっかしてる、びっくり、やった、あと2日待っててください、やったやった、2日本体は2日後には私東京おるんちゃう、お東京におるかもしれん、お東京に英語教えれるか、お届け物来たら私手伝わなあかんから、そろそろ終わっとこうかなね、ちょっと一旦じゃ終わって、夜また戻ってきます、夜にまた配信戻ってくるけど、いつもの夜の時間は多分やけど、映画見てるわ私なんでちょっと遅い時間に戻ってくるかもしれないって感じかな、ヨロピコ、ではちょっとランキング読んで終わりたいと思います、みんな今のうちのお星様、何てお星様います、13位みゆちゃん、12位ゆきおさん、11位みやちゃん、10位かっこかりさん、9位ドラッピさん、8位ビビビビビさん、7位ルーカス、6位ソロニエベさん、5位ナベちゃん、4位サッシさん、3位ズカさん、2位ウーカメインの箱押しさん、そして1位は玉ねぎさんでした、イエーイ、ありがとうございました、マジ夜何時かはマジ分かんなくて、映画見に行けたらの話、行けへんかったらすぐやってるかも、いやありがとうございます、今日はもう本当にねゆっくり休むぞと決めとったんですよ、昨日までマジでなんかもうぼーっとしてたから、本当に寝不足だったんだなと思いました、今日いっぱい寝れてよかった、もう、ね、目覚ましかけると寝たろうと思ったらマジで10時間以上寝た、ほんならね、ありがとう、じゃあねー、バイバーイ、またね、サシさんありがとうございます、バイバイ。